皆さんこんにちは、ともです。今回は3月15日から開催される上博の準備をしていきます。よかったらご覧ください。上博は文房具の中でも上月さんがたくさん集まって、出展者さんのいろんな商品を買うっていう大きなイベントになるんですけれども、今回は3月の15日から17日までの3日間東京の浅草で開催されます。私は15日と17日に参戦予定です。結構規模が大きいイベントになるので、当日回りやすいように今日は事前準備をしていきます。事前の準備ですることは3つ。1つ目は行きたいブースと欲しいもののリストを作ること、2つ目が当日の持ち物をリストアップすること、3つ目は当日のイベントの1つで紙物裾分けっこというのがあるので、そちらの準備をしていきます。まずは行きたいブースと欲しいもののリストアップから作っていきます。公式サイトの情報とフロアマップを確認しながら、各フロアごとに行きたいブースをリストアップしていきます。フロアが3フロアに分かれているのと、約120ブースと出店ブースの数が多いので、あらかじめフロアマップで気になる、ブースさんの場所を確認して印をつけておいて、フロアごとに回りやすいルートを確認していきます。今回必ず回りたいなと思っているのは、余白さんとアラカルドーさん、プロペラ印刷さんと金色ヒトデさん、エリックさんと正当社さん、この6つのブースは必ず回ろうと思ってます。その他にも当日限定の風景印をしていただける上博郵便局やイベント限定グッズも欲しいなと思っているので、だいたい5回6回をメインで今回は回る感じになるかなって思ってます。昨年9月の上博であったスタンプさんを探せが今回もあったら、おそらく毎回似たようなものがあるのであるかなと期待してるんですが、今回もあったらそちらは参加したいなと思ってます。フロアマップに回りたいブースさんを印つけていったら、だいたい5階と6階が行きたいブースさんが集まっているので、5階6階でそれぞれ行きたいブースさんで分けてノートに書いていきます。素敵なブースさんがたくさんあるので、あれもこれも見たくなって、あれもこれも欲しくなってしまう楽しいイベントなんですけれども、まずは欲しいものだったりとか、必ず行きたいブースさんで予算を決めてから、その余った予算とかがあるときに、このブースさんも行きたいなっていうのを決めておいて、ルートを作るように毎回しています。今回の上博のメインアートはオビワンさんが担当されてるんですけれども、キツネちゃんがすごく可愛くて、ちょっとオビワンさんのブースも行きたいなぁと思ってるんですが、はい、予算と相談しながらですね、回りたいなと思ってます。意外と文房具っていうと何ですかね、そこまでお金をかけないで楽しめるっていうコンテンツかなと思うんですけれども、もうあれもこれもって本当に魅力的なアイテムがたくさんあるので、気がつくと1万円、1万5千円、2万円とお財布からちょっと消えていくっていうミステリーもあるイベントなので、ちょっと予算と相談しながらっていうのも、私はこのイベントを大切にしているポイントの一つですね。お金のことで言うと、類似のイベントで大きいものだと文具女子博があると思うんですが、文具女子博の場合は、全ブースさんの商品を最後に一括でまとめてお会計っていうシステムなんですけれども、上博の場合はブースさんごとでお買い物を会計をするっていうシステムになっていて、ブースさんごとで決済方法、取り扱いの決済方法が違うのがちょっと注意点かなと思います。現金のみのブースさんもあれば、あとは電子決済やクレジットカードも対応されているブースさんもありますので、事前に公式サイトで気になるブースさんの取り扱いの決済方法を見ておくっていうのも、当日スムーズに回れるポイントかななんて思ってます。
私は電子決済が対応されているブースさんではなるべく電子決済を使うようにしてるんですけども、システムエラーだったりとか、ちょっと端末のエラー不具合とかが気にしもあらずなので、現金も多めに持ち歩こうかなって思ってます。あとは小銭が少し多めにあるといいかななんて思います。ガチャとか、ブースさんによっては、400円とか300円とかで、出されてるブースさんもあるので、そういった時に小銭がすぐに出せると便利かなって思ってます。行きたいブースさんと欲しいもの、気になるブースさんをリストアップすることができました。印刷しておいたフロアマップは当日も持っていこうと思ってます。お次に当日の持ち物をリストアップしていきます。なるべく身軽に動きたいので、たくさんの荷物は持っていかないんですが、今のところ当日必ず持っていこうと思っているのが、用意していく紙物裾分けっこと、あとはフロアマップとモバイルバッテリーですね。モバイルバッテリーは何かとあった方が安心かなと思います。あとは小銭入れ、小銭をちょっと多めに持ち歩きたいので、小銭入れとちょっと念のため乾燥しやすいので、のど飴を持参しようかなと思ってます。あとはスタンプ帳と、私風景印を専用のリフィールで集めているので、そちらを持参しようかなと思ってます。おそらくいろんなブースさんでフライヤーとかをいただくことがあると思うので、念のためクリアファイルだとクリアケースですね、ちょっと折りたくないなとか折り目がついたら嫌だなっていう紙物を入れられるケースは持っていこうかなって思います。あとは大事なのが水分補給のお水ですね。お茶かお水を持っていこうと思ってます。リストアップした持ち物はこんな感じです。当日忘れないように持っていこうと思います。最後に上博名物の紙物裾分けっこの準備をしていきます。私は紙物裾は結構毎回楽しみにしてるんですが、手作りでファイルとかを作る技術がないので、今回はトラベラーズノートが入っていたケースを使っていきます。年末に運よく購入できたムーミンのトラベラーズノートが入っていたケースを使うので、今回はムーミンアイテムの紙物をたくさん詰めていこうと思います。私はムーミンが大好きなので、ムーミンの文房具も結構たくさんあるんですが、メモ帳だったりお裾分け袋を今回メインで詰めていきます。まずはムーミンのマステ巻きから用意していきます。お気に入りの、以前六本木で開催されていたムーミンミュージアム の、 グッズのマステを今回用意してみました。他に柄はお気に入りのムーミンのマステを巻いていきます。このクリアな半透明タイプのマステは手帳デコにも使いやすくて、お気に入りのマステの一つです。ムーミンのマステ巻きには可愛いリトルミーのお裾分け袋の小さいものに入れていこうと思います。このリンゴ柄が可愛くてお気に入りの袋です。マステ巻きを用意した後はパタパタメモのお気に入りの絵柄を4つ用意していきます。そしてたくさんあるお裾分け袋を一つずつ今回はお裾分けに入れていきます。絵柄が全部可愛くてついつい集めちゃうんですが、使い切れなかったので、こういったお裾分けの機会があるのはとても嬉しいなって思いました。一番大きいサイズのお裾分け袋に今回用意したお裾分け袋と、あとはマステ巻きとメモ帳ですね、こちらを入れていったら裾分けのムーミンセットが完成です。もう少し入れていきたいので、今度はお気に入りの余白さんのマステを使ってマステ巻きを準備していきます。余白さんのマステは絵柄が全部大好きで、ついつい集めがち買いがちなアイテムの一つなんですけれども、なかなか全部は使い切れないので、紙箔のお裾分けっこには毎回マステ巻きにして入れてますね。余白さんは紙箔や文具女子箔などで毎回イベント限定柄を出してくださるので、今回の紙箔でも限定柄が出るかなと思って、見るのを楽しみにしています。多分見ると買っちゃうかなって思ってます。
ロフトの購入品紹介でご紹介したシールも可愛いので1枚ずつ入れていきます。せっかくの紙物イベントになるのでもう少し紙物が入れたいなと思ったので、お気に入りのメモ帳やブロックメモから少しずつお裾分けで入れていきます。手に取ってくれる方がいたら嬉しいなと思いながらいろいろ入れてみてるんですけれども、受け取って持ち帰ってくださった方が少しでも喜んでくれたら嬉しいですね。裾分けに入れたい紙物を準備できたので梱包していきます。まずはムーミンのデザペを敷いていきます。そしてムーミンの紙物セットですね、念のためビニールの小さい袋に今回小分けして入れてます。そしてメモ帳たちですね、2つの袋にまとめてみました。そしてマステ巻きとシールたちも入れてみました。ちょっと気に入ってもらえるかなってドキドキしながら毎回詰めるんですけれども、手に取っていただける方がいたら嬉しいです。トラベラーズノートのパッケージを意識してこんな感じでラッピングしてみました。当日受け取っていただける方がいたら嬉しいです。今回は紙箔準備動画ということで初めて撮ってみましたが、いかがでしたでしょうか。当日参戦される方は一緒に楽しみましょう。今回の動画は以上になります。最後までご覧いただいてありがとうございました。